伝説のこの居酒屋で覚醒剤を売るなという強烈なワード。ハロー YouTube、 私は今ですね動物園前駅にいます。なんかピピピピピピピなってるんですけど、動物園前駅です。で、今からちょっとその動物園前一番街っていうところを入っていきたいんですよね。こんな感じのところ、あの西成で、まあ結構安いホルモン焼きとかあって、ジャリンコチエさんのまあなんかなんていうんですか、モデルになった場所らしいんで、ね、ぜひちょっと見てください。実況しながら行きたいと思います。結構この辺ってなんか治安があんま良くないみたいなんですよね。あのこの辺のすぐ近くに、まあ、そのアイリン地区っていうのがあって、そこがもう結構なかなかネットで調べてもらって分かると思うんですけど、結構危ないところなんですけど、この辺も結構まあまあなんですけど、まあまあちょっと行きましょう。でこの辺めちゃくちゃその安いホルモン焼きとか、まあ、こういうなんていうんですか、クラブのママとかがいそうなところ、ま、がある感じですね。音が聞こえてきます。すごい賑わってる感じですね。楽しそうな感じです。どんどん行きましょう。なんかやっぱ多いですね、こういう店。名前から警察官がパトロールしてくれて安全です。安くてめちゃ安、ほんまに安いと。お、来ました来ました、伝説のこの居酒屋で覚醒剤を売るなという強烈なワード。これはちょっとやばいな。あんまり大きな声で言えないというかね、これネットで調べてもらったら分かるんですけど、この辺数年前まで薬とかめちゃくちゃ売られてて、その辺のそのトイレの便器とかになんか注射器とかあるらしいんですよね。すごく危険なんで、あまり近寄らない方が良かったんですけど、最近は、まあ、そのバックパッカーって言って、まあ、安く泊まれるお店がたくさんあるので、外国人が、まあ、たくさん来てくれて、まあ、治安がだんだん良くなりつつあるので、すごく外国人には有名な場所です。うんうん、でちなみになんですけど、もうちょっと行くじゃないですか。行くと飛び出しんちがあるんですよね。まあ、飛び出しんちっていうのは、まあ、その料亭なんですよね。料亭、料理を食べるところ。1万1000か1万6000ぐらいするんですよ。20分1万6000、15分1万1000。で、料亭の女の子と、まあ、恋に落ちるとお客さんが、みたいな場所なんで。あそこは料亭です。まあ、すごく楽しそうな場所なんで、ぜひ皆さんも行ってみてください。で、こんな感じで、最後ちょっと飛び出しんちはカメラ入っちゃダメなんで、あそこ女の子をカメラで映してしまうと本当に大問題になるんで、ちょっと映せないんで、とりあえず飛び出しんちの手前まで行きます。それまでちょっと散策しましょう。すごく楽しそうな感じですね、こういうカラオケとか。
うんうんうん、ここちょっとだいぶ静かになった感じですね。よし、まあ大体この辺ぐらい、もうそろそろ飛び出しの地が見えるって感じです。飛び出しの地が見えてきました。まあ、これが飛び出しの地で、ここから先はちょっとカメラ入っちゃダメなんで、この辺で消します。まあ、最後まで見てくださってありがとうございました。とぜひね、チャンネル登録と高評価をしていただきたいんですよね。それをしてくれると僕自身がすごく元気もらえるんで、ぜひお願いします。見てくださってありがとうございました。他の動画もたくさん上げてるんで、ぜひ見てください。ではありがとうございました。